はい、皆さん、えー、こんにちは。本日もですね、真っ黒に着替えました、<laughs> ということでね、えー、ちょっとね、相変わらず忙しくね、シャツの色は変えたりしておりますけども、なんか忙しいな、みたいな感じですね。なんかね、動画撮るために忙しい、忙しいってもう言いっぱなしですけども、本当にね、最近この YouTube も忙しいし、私の自身の仕事も忙しくてしょうがないんですけどね。はい、まあ私のことはどうでもいいですね。今回ね、あの、真っ黒に着替えましたけども、 最近ですね最近っていうかですね先々週ぐらいから非常に気になっている人もいますまあね皆さんにはあのサムネイルをねご覧になってもらってるので誰のことかもうね一目瞭然でわかると思うんですけどこのデビー夫人なんですねいやねー ちょっと非常に気になってるんですよ。なのでね、皆さんね、よくご存知の方は、私と同じように気になってる方はね、ぜひね、情報とコメント等で、私も教えてほしいんですけどね。私、あの、日本のね、地上波のテレビとか全然見ませんので、まだね、このデビー夫人ですね、いろいろな番組に、まあ、それこそバラエティの番組だとかね、そういったようなところで結構まだ引っ張りだこみたいですけど、いや、そのね、風船の灯しみかなー、みたいなね、 そんなような感じですので、ぜひね、この人のね、えーまあ、今現在の元凶だとかね、どうなるかなということに注目しております。はい、えー、でですね、なぜね、注目してるかということに関してね、またね、黒板を使ってちょっと皆さんにお示ししていきたいなという感じなんですけども、えー、まずね、このデビー夫人なんですけど、えー確,かね、確か先々週だよね、先々週の文春法で、 暴露されておりました。でね、私もこれ動画ね、作ってあって、えー、どうですかね、皆さんご覧になっていない方も結構いら,いらっしゃるかなと思いますので、えーご、ご覧になっていない方はですね、私のこの動画の終了画面に貼っておきますので、その分身法に暴露されたようなね、えー、具体的な内容を喋ってますので、ぜひね、その動画もご覧になってみてください。はい、でですね、どんなことが暴露されたかというと、まあね、簡単に言っちゃうと、アミーチェ・ジャポンと言われるですね、 まあ、アミチエというそのモナコにある慈善団体があるんですけども、そこのね、えー、このデビー夫人は理事になっていたんですけど、なんとですね、そこの日本支部のアモチエジャパンからね、えー、持ち逃げしちゃったよみたいなね、1700万円銀行口座のですね、実際の通帳だとか印鑑も全てですべ、ね、て持ち逃げしちゃってるみたいなね、そんなような話がね文春によって暴露されておりました。もともとはですね、今年の1月でしたかね、 えー、私なんかも最初そう思ってたんですけど自費で、ね、あくまでも自分の費用で、えー、そのウクライナの支援に出向いたということであっ デビー夫人も自分のお金使ってこんなことやるんだなぁ、みたいなことを思っておりましたけれども、実は、蓋を開けてみるとですね、これにかかったような自分のそれこそですね、旅費交通費だとか、それこそね、物資をね、支援して送ってましたので、その時のね、支援費全般に関して、なんとですね、全然関係ないこのね、モナコの慈善団体のその日本支部に請求をしていたという、なんなんですかね、もうこれ、ちょっと全然意味わかんないですよね。まあそうい と定なことで文、えーまあ、身が暴露してたんですけどもまあここにある通りですね、えー、団体名義の通帳で、えー、通帳と印鑑をね なんと返却せずにですね、1788万円を持ち逃げしちゃってるような状態。で、このデヴィ夫人はですね、当初このアミチエジャポンの日本支部の理事をやってたんですけど、今現在はね、他の理事に反対されて、理事はもうね、辞めてるんですよ。にもかかわらずなぜかですね、この団体のね、通帳と印鑑を持ってるというね、ここら辺も非常におかしいといったことで、 このアミティエジャポンのね、理事の他の方々は、えー、まあ俗に言われるようなね、法廷闘争も辞さないみたいなね、そういったようなことになってますね。そりゃそうだよね。2000万円近いお金がね、持ち逃げされちゃってる状況ですからね。といったようなことで、文書に暴露されている。なおかつですね、これも私動画の中ではお話しさせてもらったかな。えー、このね、デュー夫人に関してはですね、今現在のね、えー、このね、J 社ですよ。J、JS 社。 なんか最近ですね、このね、JS 社の話をするとね、私も昨日ぐらいに動画を上げてて、まあ、今のところはね、大丈夫なんですけどね、結構規制が入り出してるみたいなことなんで、ちょっと私もね、口頭で、ね、話すときにはね、ちょっと気をつけますけども、この JS 社ですよ、これを、ね、用意、用語しちゃってるというようなことで、それこそですね、 えー、JS 社のね北川氏に関してですね、えー、この例えばブランド名というかねこの名前に関してはずっとね培って作り上げたものだから大事にすべきだみたいなことをね、えー、このデビー夫人は言ってたわけですよ当然そういったことに関してはですね今現在もう大問題になっております、えー、通りですね、えー、まあ批判がバーッとね広がっちゃったわけですよねそういったような、えー、デビー夫人 まあお金持ち人間しててね、なおかつこの JS 線をね、擁護するっていうことになれば、さすがにね、えー、それこそね、えー、地上波のテレビ等もね、本当にこのままデビー夫人を使うんでしょうかみたいな話ですね。で、この人ね、ここのちょっとね、書いてある通りトラブルメーカーすごいよね。<laughs> まあ、ということで、まあいろんなことでね、もうトラブルを起こしてるんですけど、ちょっとね、まあこれ、は実はね、これだけじゃないんですよ。今回ね、ちょっとフライデーがね、そういったようなことで暴露記事上げてたんで、 紹介させてもらってるんですけど実はここに書いてある、えー、話だけじゃないんですよねまあ、ちょっと一部ということで紹介させてもらいますけど2001年の2月川崎麻世さんの不倫報道で愛人と、ね、名,ざ名指しをしちゃったような女性からね訴えられただとかね翌年の5月 野村幸夫さん。いや、出ましたよって感じですけども、これ確かにはありましたね。私、これ覚えてるわ。えー、そのね、毒婦以下とね、発言して名誉毀損で訴えられた。そりゃそうだよね。っていう感じですけどね。あとはね、それから3年後、2005年の4月、元従業員から暴行罪で告訴されるということで、暴行したみたいな話もありましたね。で、非常に顕著な話としてはですね、まあ、ちょっとね、面白いというかですね、もう呆れちゃうような話としては、 えー、つい最近で2019年のにおいてはですねホテルに宿泊した際にそのホテルのクロークに預けたねなんとなんとですね4,000万円の着替なんですって大体そんなもん預けるなって感じするんですけどね。<laughs> 4000万円の怪我を預けてね、それがなんかね、従業員、ホテルの従業員によってね、破損されたということでなんか訴えたらしいんだけども、ところがですね、この怪我は自体がすでにね、その預ける前にすでに破損されていたと言ったようなことが事実が明らかになって、まあ当然民事裁判で敗訴を食らっただとかね、当たり前だよねっていう感じですけど、まあ本当にね、トラブルばっかしのこのデビー夫人っていう話です。はい、ちょっと次のページね。 ところがですね、そういったようなトラブルメーカーのデビー夫人なんですけど今まではね、特にその、ね、地上波のテレビ等はね、えー、それこそさっき言ったバラエティ番組だとかね、そういったようなところのご意見番じゃありませんけどそういったようなことで使っていたわけですよね。なぜ使ってたんでしょうね。 いろいろね、分析し、ね、この記事の中でしておりますけども、例えばね、ひょうきんな面があるだとかね、若い女の子からガンガン物を言うんでね、逆にその人気があるだとかね、そういったようなことらしいんですけども、さすがにね、さっき言ったようにですね、この JS 社のね、えー、あれですよ、北川氏をね、擁護発言してるだとか、それこそ今回、文春法で暴露されたような1700万円超の金額をね、猫ぼばい、猫ぼばしちゃってるみたいなダブルパンチによってですね、 さすがに今後はね、クエスチョンマークが100個ぐらいつくなということで、それでもまだテレビ側は使うんですかみたいなね、そういったような話なわけですね。でね。 まあちょっと一番下にこれは記事が書いてる内容なんだけどしぶとさだとかね強さはね折り紙付きまあ確かに折り紙付きかもしれませんけどもこれだけですね炎上しちゃってるその JS 社のね内容だとかそれを擁護してるだとかねそれこそ1700万円超のお金猫ババしてたらそりゃねテレビ側だって考えちゃうよねというようなことでちょっとね今後においてはこのね デビー夫人においてね非常にちょっとね今現在注目しなきゃいけないなということで私もちょっとね動画で作らせてもらった次第です。 あの、私ね、さっきね、冒頭で言いましたように、私ね、地上波全然見ませんので、まあそういったような観点からもね、えぜひね、皆さんに教えてほしいんですよね。えま、なんかね、この、ね、デビー夫人のことに関して動きがあったらね、あの別に別の動画でも構いませんので、そういったようなね、コメントでちょっとね、教えてもらえれば大変ありがたいです、みたいな感じですね。私もこのね、今現在このね、文春によって先々週暴露されてからね、このデビー夫人の動向を非常に注目してるんですよ。 やっぱりね、あのー、世間的にもね、あのさっき言ったように、この JS 社を擁護するだとかね、この JS のブランド名に関しては残すべきだ、みたいなことを言っててね、なんか全然ね、ピント外れなんだよね、はっきり言ってね。<laughs> で、さっき言ったように、猫、ね、はしている状態でしょ。どう考えたって、こんなような人がですねえ、テレビ出てきてですね、そういったようなことでご、ご意見版じゃないけどね、なんか物言うこと自体がね、そのえテレビの公共性っていったようなことを考えると全然合ってませんもんね。 とっいったようなことで、非常に私もね注目しておりますので、なんかね、皆さんご存知だったら教えてくれれば大変ありがたいですね、みたいな感じです。はい、ということで、デビュー夫人、ちょっとね、これから注目しますよ、注目しましょう、みたいなね、そういったような話をさせてもらいました。はい、1週間は始まりました。頑張っていこう、ということでね、はいありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。